はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。で今回は杉山和樹選手使っていきたいなと思います。さあ、覚醒で登場している杉山選手なんですが、もうホークスのリリーフには欠かせない選手です。ストレート157キロ出るんですけど、これマッスラするんですよ。このマッスラストレートに加え、ナックルカーブ、縦スラ、フォークと、まあ、かなり球種自体は強いのかなと思います。で一番面白いのがこの特殊能力ですね。超奪三振、安定感、荒れ玉ということで、安定感と荒れ玉というね、もうほぼ矛盾した特能を合わせ持ってます。安定感、安定したリリースで投球を行う、荒れ玉、狙いを絞りづらい荒れ玉を投げる、いやどっちやねんっていうね、そういった特能になっています。まあ、杉山選手ってもうロマンの塊ですね。193センチという恵まれた体から今年160キロを計測しています。まあ、開幕1軍でね、今シーズン迎えたわけなんですけど、途中で2軍に落ちて現在2軍の先発ローテとして回っています。でファームの成績なんですけど、防御率 1.09、 5勝1敗とかなり無双しています。まあ、これだけいい成績残してるんだったらね、1軍でも見たいなと思うんですけど、まあ、なかなか今先発ローテの枠は空いてないし、まあ、そういった兼ね合いであげないのかなっていう感じですね。まあ、千賀選手もね、ポテンシャルは自分以上と言っていますし、今後本当に化け物になると思います。まあ、今日から始まっているスピーリーグでもかなり使うことになると思う選手なので、今回は早速杉山選手使っていきましょう。どうぞ。それではやっていきたいと思います。杉山選手ですね、先発できるんですけど、先発適性ないので今回は中継ぎで使っていきます。ホークスのね、中継ぎ陣、マッスラというかストレートが動く選手が杉山選手合わせて森選手で、津森選手がね、シュート回転するので3人もいるんですよ。ということで杉山選手、さあ、荒れ玉に安定感というね、わけわからない、特能の組み合わせ持ってますが、初球マッスラ、まあ、今のであマッスラするんだ気づいたはずなんで、もう一球いきます。いや、ちょっと待って、ストレートじゃない、ストレートあれだな、ストライクに入れればよかったね。今絶対初見でマッスラで動くなんて分かんないもん。あとは結構そのマッスラとナックルカーブ、フォークの最初の回転が似てるっていうね、人多いので、こういう使い分けも強いんじゃないでしょうか。自分はちょっとあんまりね、そのマッスラとナックルカーブとフォークが似てるっていうのはあんまり分かんないんですけど、結構巷では似てると噂になってますね。さあ、ナイスボー。こんだけ速い球でマッスラする人なかなかいないですからね、それは面白いと思う。さあ、ナイスボー。今後そのマッスラと普通のストレートの2球種持ちみたいなピッチャー出てこないですかね、このストレート2球種みたいな。さあ、ストレート詰まってますが抜けていくと、今ストレートしか投げませんでしたけど、割とゴリ押しでもいけるかもね。まあ、マッスラ自体結構打つの苦手って人いるから、まあ、そういうことなのかな。縦スラよりはフォーク、これ見せた後にギリギリいきましょう。いや、ギリギリいかない。あ、やべえ、やっちゃった、これホームランだ。あぶねえ、よかった。じゃ、追い込んでからこの外角にギリ出るストレート、うわ振らない、めっちゃいいコースいったのに。まあナックルカーブでいっかな。これどうでしょう。あー、抜けていくか、抜けていくか、なかなか抑えれんくなってきたな。正直こうなると厳しいよね。どうしよっかな、定位置でいくか。フォーク外角からの同じコースからマッスラかな。結構見送ってきますね。どうしようマジで。あとスタミナがもうない。よかった、今スタミナ切れだからなんとかなったか否めないけど、まあ、とりあえず0点ですね。というかリチャードですよ、リチャード。もう満塁ホームランマジで一人で発狂してました。もう一人で発狂したし、もうなんなら泣きそうになってたからね。いやー、かっこよかった、マジで。あそこで打って、しかも1試合2本打って6打点。いやー、もう見えましたね、もう希望ですよ。ホークスのこれぐらいの活躍を、やってくれるとホークスの1位も結構見えてくるのかなって感じです。ナイスボール。あー、ボールや。うん、ポテン。本当に野手だとリチャード選手、ピッチャーだとやっぱ杉山選手、もうここはもうロマン枠ですよね。やっぱ恵まれた体を持っていて、野手だったら飛ばせる、ピッチャーだったら160キロ投げれるっていうのはやっぱりそのロマンは感じちゃいますよね。しかも相手のピッチャーがね、たまたま和田選手なので、その純正杯に向けてすごい練習になるし、おぶねー、センターゴロなりかけた。あー、ボール球だけどまたポテン、ちょっとポテンヒット多いな。ここでホームラン決めたら正真正銘終わりますね。
何をしているんでしょうか、何をしているんでしょうか。おお、落ちる、これも落ちちゃう、やばい。さあコールドできませんでした。疲労杉山選手でどこまでいけるか。ちょっともう外角攻めでいきましょう。外角打ち損じを狙って、いや、うまいな流すの。ちょっとな、威力も弱まってくるし、ホームランとかも全然打たれそうで怖い。ナイスボ。いや遅いな、スタミナ切れるときついよ。こういうボール球振ってくれない、全然曲がんない。こういうので正面つかせるとか。いや惜しいな、狙いは悪くないと思うが、これ以上投げると失点不可避な気もする。いや抜ける、満塁。ちょっと待って、これ止まらんって。本当に、おお、満塁男出てきた。侍栗原選手、俺が欲しかった選手ではないか。栗原選手結局取れなかったからな。あーよかった、ラッキー。ゲッツーが取れるとするならボール球振らせたいよね。いやー入るかな、あこれ入ったら終わる。あやばい、終わった。あんま、あんぶね、あんぶね。あやばい、これも入るかな。甘い、あぶねー。まあ1点はしゃあないな。いやよかった、ちょっとベストピッチを出せなかった。ベストピッチ出せないとやっぱね、思った方向いけませんね。さあホームラン打たれると逆転、ホームランだけは阻止したい。あよかった、打ってくれた、なんとか抑えれました。それではいつも通りルーム戦やっていきたいと思います。さあ超高速でどれだけ通用するかですね。で相手の方がやや阪神純正寄りの12球団っぽいオーダーしてました。平野さん使ってますからね、まあ、多分この方はスピリーグ阪神純正で出られるんじゃないでしょうか。まずはまあお役御免ということで、まずは打ち取ってもろて、まずは千賀選手に打ち取ってもろて、どうしよう、ケイ。さあ杉山選手対佐藤選手、もうこれロマン対ロマンといっても過言ではないですね。多分ストレートがマスラするなんて思ってないんで、初球からいきます。あ振ってくれないか、もう初見殺しだからなマスラなんて。次ナックルカーブ、いやどうしよっかな、広角やっぱ投げづれー外。あ惜しい惜しい惜しい、追い込んでボール球に投げたいな、いいコースじゃないこれ。いや入っちゃったけど危ねえ、よかった。出ました、安定感あれ球両出し。もうこれもはやどうなるんですかね。おー振ってくれたボール球、まっすらってなんかボール球も手出したくなるような回転してますもんね。さらにスボー追い込んでナックルカーブいきましょう。よーし、オッケー、完璧。やっぱ強いですね、超高速だと。それでは2回になります。で杉山選手ですね、天然というよりはどちらかというと不思議ちゃんキャラになるのかな。なんか社会人時代の時の監督に牛一頭ぐらい食えとねよく言われていて、その教えに感謝して牛一頭とグラブに刺繍してるんですよ。本当になんかねこういったエピソードがあの杉山選手多いんで、あの面白い選手ですね。ナックルカーブ、これいけそうだな、無失点のまま。これどっちが嫌かな、外角からこうやって入ってくるストレートの方が打ちづらいのか、今完璧に打たれましたけど、それともストライクからボールに逃げていくマッスラの方がいいのか。うーん、個人的にはそうね、逃げていく方が嫌かな。どうだろう、でもストライクからストライクが結局一番振っちゃうんだよな、難しいですね。入ってくる方はねやっぱ流せる人だったら打てると思うんで、左バッターの場合、右バッターだと逃げていく方は強いですね、まあ、やっぱどっちかというと右キラーなのかなっていう印象。いや流されるかなこれ。もう一球見送って、ナックルフォーク、ナックルフォーク、ストレートいきましょう。内角高めストレート、ナイスボー。そしてスタミナが切れてきちゃいましたので、ちょっと勝負寄りの外角ナックルカーブ、あーやばい外れすぎ、おー振ってくれた、ラッキー、ラッキーすぎる。さあここに迎えるがギータ、いやもうスタミナが、もうスタミナが助けて。いやですよね、まあしゃあない、うんまあしゃあない。右バッターの方が絶対抑えやすい、右バッターの外角強い。よーしょ、OK ということで、まあなんとか、まあそうね、うん、まあそうだと思います。